じゃあとりあえずね、トミックさんないし、テスコリアンないし、ポポンデということで、3本目になると、もう体力はねえわ、喉分かれるわ、もう腹は減ってくるわって感じで、ね、とりあえず急いでいきたいと思います。今日ね、ポポンデったから10時に製品情報、そして12時に、ね、お願いってことで案内出ましたんで、なんかごめんなさい、間違えちゃった。案内していきたいかなと思います。まあそうですね、個人的には、俺てっきり西の方の車両ってね、京都市だと思うんですけど、西鉄なんですね。一応2023年全てで、まず都営6500系、詳細近日発表ということで、交互期待って感じの、三田線と。そして、西鉄9000系、今回、一応来週ね、来週の火曜日、問屋受注開始ということで、一応ね、予約する方ご注意ください。一応こちら、西鉄9000系、現在運行している5000系車両の代替なる通勤電車、2017年3月より、天津大牟田線かな、運行した、前面窓に両側面に回り込んだパノラマミックウィンドウ採用、貫通扉カラーリングの、基軸として縦ラインを強調して、より、力強さと新しさを感じる前と。確かにそうですね。まあ、確かに近鉄ってね、今走ってるなんか料理列車みたいなやつもね、片側の窓がないけど、なんか回り込んでるやつ、面白いデザインなんですよね。一応こちら、多彩に強く組む西鉄さんにしある西鉄急線系と特急急行、普通沿線のそれぞれ全線かと。一応ね、来週の火曜日、中中会社なんで、ご注意ください。一応、7両編成が3万5000円、3万5000円でいいか。6両編成が3万2000円、5両編成が2万9000円と。ちょっとあれかな、東急よりか高いのか。ちょっとですね、現在運行してる5000円けど。一応、こちら7両編成、特急運用で2、3、2、一応、行き先は福岡展示行き。前から10番、8番、4番の、2たす3たす2と。一応、モーターはね、真ん中の3両、3号車に入ってます。ごめんなさい、3両編成に入ってますと。で、6両編成の急行運用が、急行重たい機、7たす2の編成で、5両編成の普通運用が、3たす、ごめんなさい、あ、てか、ごめんなさい、1たす3ということで、一応普通尽くしていきと。まあ、今回ね、3編成が、3本ラインナップというところで、まあ、出てますんで、面白いのかなと思います。まあ、ただ、個人的にはね、今回2両編成がね、完全に普通運用になってますんで、確かにか、なんだっけな、西鉄って言ったらかな、確か、鉄これからも出てる、なんだっけな、物力編成っていうのが確かにあるはずなんですけど、さすがに物力はないですかね、この5000系って。あ、ごめんなさい、9000系か。ちょっと調べてみるか。ちょっとお待ちくださいね。先に、いらないさっきまでいろんなやつ調べたんで、そのゴミ履歴が腐るほどあるんで、ちょっとお待ちください。先にちょっと履歴のいらないやつ全部消しよう。ちょっとお待ちくださいね。わしゃ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 。よし、OK。西鉄9000系。ちょっとお待ちくださいね。西鉄、9000系と、西鉄9000系は、まあ、編成数でいうと、2016年度にまず3両編成2本、そして2両編成2本の合計10両、2017年度に3両編成2本、2両編成1本の8両が導入と。なるほどね。編成図としてみたら、一応そうですね。末尾の番号で言うと、今回の出演編成なんですけど、どこから書いてるか、あるところ、こっちか。一応こっちに編成あるんですけど、1番、2番、6番、7番、8番の、5本が3両編成と。まあだから今回でいくと、残ったのが、5番か。5番だけが言うと、ごめんなさい、1、2、6、7、8か。ってことは、6番が今回あるんですね。その3両編成のラインナップなしと。で、2両編成のが、欠番の3、4、5、9、10、11、12。まあ、なので、43、残ったのが、5、9、11、12、まあ、一応ね、2両編成が、4本、まあ、3両編成が1本残ってますんで、まあ、この辺がね、物録、2たす、ごめんなさい、2×3 の物録編成とか、あんのかな、どうして、確かに、ね、西鉄のね、6000系だかなんかね、物録鉄これが確かに、ね、ここ1、2年で出てるんですよ。まあ、ただね、こっちに関して言えばね、なんつったっけ。なんか忘れた。ね、まだわかんないんで、現状。まあ、でも今回ね、行き先は別々で出るんで面白いですかね。一応こちら、動力にと基本 Z 中間車に全部搭載。基本 Z が3両編成ですね。3両編成の、中間車に搭載と。テレテレテント車のカプラーヌード、先頭車並みカプラーで、先頭同士の連結はオリジナルカプラーを装備と。ブック型ケースで、全部同じですかな。で、室内とは A タイプの白色対応という感じですかね。まあ、一応こんな感じになってます。まあ、そうですね。確かに西鉄系、まあ、デビューしてからね、まだ、4、5年っていうのは本当に若い部類の電車になりますんで。まあ最新、確かにね、ツイッターで何つったんだっけな、東と西のなんかつったんですよ。なんだっけな。東と西とね、最新鋭みたいな言い方したのかな、確か。ツイッターで。何つったか、ちょっと俺も覚えてないんで申し訳ないですけど。ここで、あ、こっちか。何つったんだっけな。何つったか俺も覚えてないですけど、なんかね、確か今日10時から新鋭出るのはどこでした？あ、青あるか。あ、びっくりした。一瞬何かわかんない。なんか色が出てきたからドキッてしちゃった。ちょっと待ってください。何つったんだっけか。でだから10時から新製品が出て、12時からお願いします。12時に皆さんのご購入をお願いさせていきますと。
東西期待のニューフェイス。期待のニューフェイスって言われて、まさかの京都市にしなかったから、ちょっとなんとも言いたいですよね。ニューフェイスって何年間提供されるのかな？意外とね、個人的に思ったのは、ニューフェイスって言われてさ、閉店セールを何年もやってる店ってあるじゃないですか。それにも一瞬ちょっとちらっと思っちゃったな。まあでも確かにまだね、どこのメーカーからも、まあ、鉄コレからもまあ出てないね。まあ、新型車両にはなりますね。ただね、さすがにニューフェイスでね、4年はきついね。まだ2年だったらいいんですよ。4年はきついね、個人的に。多分、2017年だよ。2010年3月より運行開始なんで、まあ、ちょうど今年で5年目。5年でニューフェイスっていいのかがちょっとわかんないんでね、その辺まあ言葉のあやってところだと思うんですけど、まあそうですね、そんなところかなと思いますね。で、先にじゃあしたら、12時からの、ご案内をお願いしましょう。お願いしましょうかね。一応こちら、東急電鉄オーロラさんの皆さんということでね、お力をお貸しくださいって言ってます。今回、先月か、先月だっけ、発表した、青ガエルですね、青ガエルと、銀ガエル。こちらの東急9号線系5200系のフィードバックを募集しますと。湯たんぽ、青ガエル湯たんぽの車両で、東急9号線系と、5200系の繊維化。まあ、古い車両のため情報が不足しますと。そこでより実車に、より実車に忠実な、車両を、まあですね、製品を提供するために、図面の展開して、たくさんのご意見を、たまりたくフィードバックを募集すると。どうかファンの皆様のご協力をお願いしますと出てます。で。一応ね、抽選により、ポポンデスネット1本目ということでね。まあ別にスナイトポンだったらいらねえなと思うんですよ、してんだから。一応こちらですね。まあ当選人数は応募者数に変動しますと。まあ、これはどうでもいいや。一応こちらですね。以下、CAD 図面、全面側面、全面つま面、屋根を確認すると。で、画像数を別サムで確認すると。一応こんな感じですかね。一応こういう感じで、ね、5両編成の、図面、屋根面。で、デハの中間車、サハ、あ、サハなのにパンパン、あ、ごめんなさい。デハか。デハと、サハと、中間デハに、もう一本サハの、先頭デハという感じがありますんでね。まあ、一応なんかこういうふうに編成選択ありますんで、まあ、その他ね、まあ、今回一応これかな。5両編成用だけなのかな。ちょっと待ってください。一応編成選択に戻るので。多分なんかいろんな編成が選べると思うんだけど。まあ、一応今回だから希望してるのは5両編成だけなんですかね。ちょっとわかんないんだけど、なんだろう、これ。一応5月11日訂正だから、今日か。掲載する上に記載の車で調べていきます。5、デハ、サハ。あ、なるほど。中間車のやつでか。なるほどね。でこの辺の中間車の入るサハのやつを表記を全部デハって言っちゃったから。なるほど。ちょっと見てみるか。あ、こういう感じなんだ。まあそうっすね。まあ俺は正直言うと青ガエルなんか生まれてみた記憶がないんでね。まあ申し訳ないですけど。まあ非常にこういう感じだからポコンテとかのね。まあただ一個だけ批判し、まあ批判、あんまり批判はしないですけど、ポコンテからしてみれば。まあ結構利用させてもらってるんで。ただ言えばね、なんだろうな。まあ現状ポポンが発売する NGG が結構遅れてると。で、まあ個人的に一個だけクレームを言わせてもらうとすれば、一つだけなんですよ。先月青ガエル発表した時に、ホームページがメンテナンスで使えなかったんですよ。確かにツイッターにはメンテナンスって書いてあるんですけど、正直一個だけクレームをしてもらうと、メンテナンスが終わってから製品化情報を出せと思ったんですよ。だから、現状の時、ツイッターにある新製品情報だけで俺、統計出したんで、こっちの、詳細、詳細部か、公式情報か、出せなかったんですよね。そこはね、もうちょっと頭使うよなっていうのはね、俺も一個思うんですよ。まあ、皆さんの時どう思ったか分からんけど。まあ、一応ね、これがね、前回の統計の9号線形なんですけど。一応ね、前回に案内すると、大井町線の、青ガエルの5両、二子玉川、6両が渋谷、メカマ線、あ、ごめんなさい、こちら。メカマ線が、蒲田。で、銀ガエルですね。中間に青ガエルが1両入った、本当のタイプ。一応、行き先が行き先どこだっけ、あれ行き先どこだっけ、ちょっと行き先がどっかにあるはずなんだ。あ、ごめんなさい、行き先大井町か。で、残った銀ガエルのメカマ線が目黒ってことなんで、まあ一応ね、大井町と二子玉がいて、本当に頭だけつ。で、蒲田とメカ、ごめんなさい、蒲田と目黒で頭だけつ。で、唯一渋谷行きなんで、まあまあこの辺はね、順当なんですけど、ちょっとだけね、ホームページが使えない状況だったらイラってくるんですよね。まあさすがに、私、ツイッターではさ、メンテナンスだったんで、まあその後お詫び出たんですよね。メンテナンスがちょっと長期かかりましたと。びっくりしたですね。メンテナンスでまさか1週間近くかかると思わなかったんで。確かあの時にちゃんとおわび、あれ、ちょっと待って。おわびは出てたんだよな。ちょっと待ってくださいね。一応これっすね。どこだっけ。一応これですね。4月29日、あ、ごめんなさい。これっすね。4月20、あ、嘘ついた。あれどこだっけ。4月20ですね。まあ、サーバーでメンテナンスコントロール、閲覧できる状態ですと。で、復帰まで言いましょう、お待ちくださいなと、まあ、ですね、浅草線の出荷案内は別にとして。で、審査発表を行いますと。で、その後審査発表を行って、翌日がメンテナンスだったんですね。もうちょっとね、メンテナンスはしょうがないですよ。だから、そうなるとね、4月の30日でもよかったのかと思います。まあ、ただ、ゴールデンウィーク絡むんで、そこはまあ、多分、ポポンデータとしても急いだのかなと思うんですけど、ちょっとカレンダー見てみるか。4月の30日っていつだっけ？カレンダーってこれどこにあるのかな？カレンダー、あった。
そうですね、4月の29日が、28日か、一応これが最後のあれか、木曜日と。で、29日祝日が昭和の日、そこから31日と、まあ、ゴールデンウィークで2日月曜日、でそこから3連休の3、4、5、で、6、で、今日11なんで、まあ、致し方ないのかなと思うんですけど、どうにかできなかったんですかね、これだけは。まあまあ、情報出してくれたけどありがたいんで、なんとも言えないですけど。そうですね、まあ、ちょこちょことその辺はちょっと気になるところがありますんでね、たったたったこちらとしてもね。ちょっと変なところが、ね、気になるのが俺の悪いくせなんですかね。まあ、皆さんがどう思ったか分からんですけど。まあ、個人的にはそういうところですかね。まあ、でも個人的にはね、悪くないと思うんで。ちなみに今回あるか、さっきの CCD 画像って、あれ、青ガエルだけなのかな。一応、三流の方を覚えてるんだ。ただ、なんか三流の方はね、データ出なかったんで、まあ、多分あれかね、デハとかサハも一部床下共通っていうのがあるんですかね。ちょっとごめんなさい、俺もあんまりその、本当に銀河で上がるなんか、中継なんで、熊本とかにあの先頭車が映ったら、なんか、つまめに顔つけられたぐらいしか知らないんですよね、申し訳ないですけど。そうですね、青ガエルはそれしか知らない。で、あと、渋谷の8個目になったのが秋田に行っちゃったとかですか。本当に知らないんで、本当にごめんなさいなんですけど、これだけは。一応、さっきの画像になるんですけど。どうなんですかね。画像はクリックするとってあるんですけど、一応現在5両しか出てこないんでね、こっち。どうやって他の3両とか6両に移すか、ちょっと俺もごめんなさい、わかんないんで。申し訳ないけど、PC モニション出るかな。まあ、PC モニション一緒か、一応、大体は。そうですね。まあまあ、なんか、一応あるみたいなんでね。まあまあ、そういうところなんですかね。一応編成選択に戻る。下になっちゃうか。なんかここに丸印があるんでちょっと気になって教えてください。そこ反応しねえのか。まあそんなところですかね。まあ個人的には、そうですね。まあ、三田線の方かな、個人的には。まあちょっとごめんなさいね。なんだっけ、西鉄、まあ、九州走ってるけど西日本に関しては、まあ俺現状あんまり知らないんで、まあ正直言うと三田線かな。まあ今回どんな値段で、まあどういうプロテープで、まあ、出てくるのか。まあ現状正直言っちゃうとね、これで都営が2連発か。浅草線、そして、三田線と。まあそうなるとね、大江戸線の12600系だっけ、確か。確か、大江戸線のね、12600系はね、まだ、ごめんなさい、マイクロからも出てないのかな。そうなってくると、あれ浅草線、あ、これ新宿線か。今、さらっと新宿線忘れちゃった。まあ、そうなるとね、新宿線の新車に関しては、トミックスから確か出てるかな。なので、まあ、その辺の、まあ、都営系列がね、どこまで行くか。ただ、まあ、ここまでね、税金、まあ、税金ですよ。まあ、税金車両がね、出てきたんで、個人的にはね、横浜市営の4000系。あいつも一応新車なんで、まあ、3000V か4000系。多分出てきたらね、面白いのかなと思うんですよね。個人的なんですけどね。まあ、そんなところでございますと。まあ、一応今回、ポポンから西鉄、そしてね、まあ、皆様に、青ガエルのことで、まあ、お願いがあるってことなんで、まあ、一応興味がある人、興味がある人ですね。ポポンでのホームページ見てみてくださいっていう感じですかね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。